はい、いつもありがとうございます。はい、パーソナルブレイクでコチュンさんからご依頼です。はい、クロニクル2つにモザチャイ1つですね。合計3パックです。ハサミでやりましょうか。もう上もね、下もルーキーカードの可能性高いですからね、これね。はい、まずはテイタム、ベースですね。ベースもね、なかなかね、出ないんでね、この辺ルーキーカードだと非常に価値ついてますね。で、モラント来ました。スレッズのモラント。なん、いいね。ゴガ。ゴガのこれ、マジェスティックですね。アメフトのブランドです。シリオルは、249ですね。249。5が。で、セク。テイタム以外みんなルーキーだな。お、色ついてる。誰だ？サイブル。セクは通常で、サイブルが赤。149、103番。で、ヤング。エッセンシャルでしたっけ？で、ガーラン。ベース2枚。で、6枚がルーキー、うん、ですね。よいしょ。はい、ジョン・ウォール。レブロン。スレッズ・レブロン。カリー。お、今度はスーパースターばっかですね。2枚だ。よいしょ。はい、その下99のプール。90番。お、プリズムだ。あ、レナードですね。通常。あ、これいいんじゃない？モラントシルバー、フェニックス。これはいいんじゃないですかね、かなり。エディ。うん、シルバーす。モラントのフェニックス。で、AD で最後は PJ ワシントンのエッセンシャル。おお、モラントシルバーはこれいいんじゃない？フェニックスもだいぶね、人気上がってきてますからね。独立してブランド出すんじゃないかな。アメフトはだいぶもう人気ありますからね。はい、ビバリ、マレ、ウォーレン、赤ですね、せーの。よいしょ。お、パスカル赤。おー、いいっすね。ラストはチャールズ・バークル。はい、ということでね、パスカルも光って、クロニクルの方はモラントのシルバーですからね。うん。モラントのベースも出てるし、サイブルもシリアル、なかなかじゃないですか。はい、ありがとうございました。あ、あとステータス。はい、入荷します。よろしくお願いします。なんか結構エクスクルーシブのサインが何種類かあるみたいですね。これね。で、10パックですけど、10インサート、10パラレルってなってるんで、まあ、結構面白いんじゃないかなとは思いますね。うん。光り方がいろいろあってね。はい、ありがとうございました。